なんか貼ってあるよ。なんか貼ってあるね。なんか貼ってあるの多くない？たらぎ駅です。たらぎ駅に来たんですけれども、あ、これは大事、これはもう取っといた方がいい。たらぎ駅に来たんですけれども、ちょっとたらぎ駅周辺をねブラブラしようかなと思ったんですけど、やっぱり大雨の災害に伴うほら運行状況について、先日からの大雨だから最近のだしたら多分ダメだったんだけど、また雲がさらにちょっと当分の間運行の見通しが立たない状況ですということで、今は閉鎖されている感じになります。まあ、たらぎ駅はこういう感じだよっていうのだけでもね伝わればいいなと思いますし、今の現状がまだまだこれが続いているということも皆さんには知っていただきたいと思います。なのでまあこの現状をね、まあ、いつまた復興するかっていうのは分かりませんけど、復興した時にまた私たちもねリベンジでね来れることがあったりとかすればいいとも思いますし、皆さんが来ていただくのでもいいと思いますし、そんな感じでねやれたらなと思います。そのじゃあ周辺をちょっと散策してみましょうか。せっかくなんで、せっかくたらぎに来たということで、蜘蛛の巣がいっぱいあります。あ、やられた。まだたらぎ恵比寿物産館になります。恵比寿ソンゴ、なんか恵比寿の湯っていうところも近くにあって、あそこも恵比寿さんがいるんですけど、恵比寿さんの恵比寿さんってあの漫画家の恵比寿さんじゃない恵比寿様のなんか町なのかしらね。恵比寿物産って言ってるぐらいですから、そういうとかもしれません。でここなんかちょっと気になる場所なんですけど、石蔵なんですって。これほら石でできて、ちょっとなんかこれ石なんだ。あ、透明な枝注射させていただきます。あそこが学校なんだ。ここなんか休む場所ある。何何これ校なんだ。なんだろう、ステージもある。なんだこれ、ステージあるじゃん。昔のホームとかじゃないかな。で今はちょっと催し物とかするときに、あ、多分ここでさ出店とかやってやるんじゃないですか。なんかマーケットみたいなのね、絶対そうだよ。今はねまだできないけれども、綺麗にされてるから多分やるんでしょうね。だって本日のと こちらの石蔵も催し物とか書いてあったから。さあどっちに行ってみよう。どこに行けばいいんだ、いいのだ。いろいろとそっち側に行ってみましょうか。ちょっとなんだろう、ちょっと見てみよう。あ、文化祭だ。あー、やっぱりこんなところに文化祭が登録、有形文化財。はあ、国民的財産です。文化省、文化庁、あ、文化庁どこにさ、なんか何に使われてるところなんですかね、普段。普段なんかイベントホールみたいな、なんか、うん、催し物とか書いてあったけど、なんか書いて、うん、もともとは倉庫だったんだろうけど、うん、それを今はイベントとか。明治時代ぐらいじゃないかな。へえ、綺麗にね中もされてますね、改装されてて。外観だけはねそのまんまですよね、蔵の。あ、なんか私熊横で前もさ9月ぐらい行った時、暑いわ暑いわってなんか言ってたけど。熱々早くないって。お、え？ヘルメットかぶって、ヘルメットかぶって。あ、見られてる。めっちゃ慣れない。追いかけだった。なんか黄色の。通学路。ね、緑ですね、さっきから。しかもさ、ヘルメットの色が違うね。じゃあ相撲場がある。おー、じ
入っちゃダメなんじゃない？すごい。あ、楽しそう。なんでこれ相撲場ある？会社だね。相撲場がありました。八代城も相撲場あったけど、ここであれなのかな、部活やんのかな。なんだろうね。でもこれ体育館だもん。体育館と体育館じゃないのかな。なんだ。あとどっち行けばいいんだろう。どっちの方向がなんかもう何もないぞ。行くだけ無駄かな。ね。ブルートレインがあるということで、なんか宿泊できるのがね、実は鉄道に宿泊できるんですけど、鉄道ってか鉄道じゃない、車両ね、車両になんか宿泊できるんですよね、普段は。けど今はちょっとやってなくて、でその宿泊したいと思ってた、本当は宿泊したくてね、紹介したかったんですけど、そのブルートレインっていうのが、ブルートレインタラクっていうのがね、ここにあるんですよ。ただ今多分あれだと思うけど、ちょっと見えない形になってんだよね、工事やってる感じに。さっきペンキの匂いしたの、これかもね。焼けちゃう。どんどん書いてる。石蔵で、なんか石蔵で受付みたいな、なんか予約できるのか書いてありましたね。すごい。あー、泊まりたかったね。でもこんな近くにあるんですね。たらぎ駅のからもうすぐのところにあるし、泊まろうと思ってほら、恵比寿の湯もあるから、お湯入って温泉入って物産館でいろいろ買ってね、ブルートレインっていうの、まあ、皆さんがね、動画見る頃には少しはね、ブルートレインがもしかすると再開してる可能性もありますし、その後はね、絶対必ず再開すると思いますので、ここから入るんだね。お、線路になってるね。で実際に横から、横には電車が通るという。で今ここも使えないから、おお、恵比寿さん飾られてるわ。交流センターって、でこうやって線路を実際渡れて、今はね通ってないんで、こうイエーイってしても大丈夫です。降りてきませんから。普段急がないといけないでしょ。電車来た、電車来たって。もう東京なんて大変じゃないですか、関東はね特に。電車来たよ。けどもう急がなくても、あそこで座っててもね、電車は来ないから大丈夫。引かれることあります。そうよ。ディスってますか。ディスってません。聞かれることありませんから、いっぱい撮り放題ですよ、写真とかね。鉄道マニアにはたまんねえよ。だってブルートレインできたらめちゃもうたまんないでしょ。それこそ鉄道マニア、皆さんぜひ来てみてください、この周辺。あ、私周辺楽しめますよ。たらぎ駅、たらぎ町、素敵な場所でした。広い世界よ、ファイハイ、止まらない。